はい、どうもこんにちは。筋トレ好き整体師藤村です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、こちらですね、立つ時に膝の前が痛いですと。はい、これですね、先ほど来られた女性のお客様で、まあ今回ね2回目ぐらいかな、のお客様だったんですが、まあ前回はねお越しいただいた時は、膝の内側のあたりが左も右も両方とも痛いですということで、まあ評価と治療をさせていただいて、そこの原因に対してセルフケアを覚えていただいたんですが、まあもともとね、すごい痛かった左の膝の内側の痛みは本当に良くなりました。ただ、今は右膝の、場所も変わって内側じゃなくて、この前のあたり、この辺、こういったところが、座って立ち上がるときとか、まあ、しゃがんで立ち上がるようなときに痛いです。で、特に私は、まあ椅子だけじゃなくて、こう、ベッドとかですね、寝てるのがベッドじゃなくて、布団なんで、こう低いところから立ち上がらなければいけないので、その時に痛いんですってことをおっしゃっていました。で、じゃあその方のね、今回、膝の痛みの原因、また新しく見つけていったんですが、そしたらですね、今度はここでした。はい。これ、すねの前にあるような筋肉なんですけど、これ、前頸骨筋って言います。前頸骨筋。まあ、そのまんまですね、すねの、骨の前頸骨というすねの骨の前にある筋肉、はい、この筋肉がガチッとこう硬くなってしまっていることによって、まあ、立ち上がるような時に膝の前の痛みが起きていました。で、実はですね、この前頸骨筋っていうのは、まあ、筋肉の膜っていうのは人間の体はこう全部つながっていってるんですけど、特にですね、この太ももの前の筋肉、大腿四頭筋って言われる筋肉とこの前頸骨筋っていうのは、まあ、体のねフロントラインって前を通っている筋肉の膜のラインでつながっているんですよ。で、もしここが硬くなってしまっていると、まあ、例えばね、膝を深く曲げた時に、やっぱり硬い方にですね、こういう膜とかも引っ張られてしまうので、で、さらに立ち上がろうとする時っていうのは、より筋肉がぐっと収縮、力が入るので、よりこう膜が引っ張られてしまうんですね。その結果、この膝の前のあたりの痛みが出てきてしまっていました。はい。で、実際にですね、その方の前頸骨筋治療させていただいた後は、もう立ち上がるときですね、膝の痛みっていうのも、だいぶなくなったということだったので、まあ、その方にはね、前頸骨筋結構マッサージするのは難しいので、ストレッチを覚えていただきました。前頸骨筋のストレッチどういうものかというとですね、ベッドにですね、仰向けに寝ていただいてやっていきます、これは。はい。こんな感じですね。はい。仰向けに寝た状態で、ちょっと遠い。近いかな。はい。片方の、まあ、膝を立てていただいても、伸ばしていただいてもいいんですけど、いや、じゃあ、ケアしたい方を、右足にしますね。まあ、左の膝を立てていただいても、伸ばしていただいてもいいです。腰が悪い方はちょっと立てていただいた方がいいですかね。まあ、僕は今回伸ばしたままやっていきます。そしたらですね、右膝を曲げていただいて、膝の裏を抱えます。こちらケアしたい方です。で、このままですね、一番最初の、っていうか一番重要なポイントが足首。右の足首を、キュッと、遠くに伸ばします。こう立てちゃダメです。伸ばします。はい。伸ばした状態で膝をぐーっと伸ばしていきます。今足首はこんな状態です。これはダメです。こうですね。で、ぐーっと伸ばしていく。はい。そうするとですね、ちょっと足首まで見えてないんで申し訳ないんですが、こんな感じですね。ぐーっとつま先を伸ばした状態でぐーっとこうですね、伸ばしていただくと、このすねの前がピーンと張ってくると思います。はい。その状態で20秒間キープしてください。痛気持ちいいところですね。そうすると前頸骨筋っていう筋肉がしっかり、はい、伸びてきますので、これをですね、20秒間今みたいなストレッチを2セットやってみてください。そうすると最初にグーッと伸ばした時よりも2回目の方がすねの前の筋肉がパンと張る感じが少なくなっていると思いますので、そしたらですね、また立ち上がったり膝の前が痛くなるような動きをやってみてください。もし痛みが減っているようでしたら、しっかり前頸骨筋はケアできているかなと思います。ということで、はい。本日は、まあ、立ち上がるような時、膝の前が痛いですと
いう症状に対して前頸骨筋という筋肉が原因になっていましたので、もしかするとね、こうお皿の前とかが痛い方はこの前頸骨筋結構原因になることが多かったりするので、まあ今お伝えさせていただいたようなストレッチっていうのを試していただけるといいかなと思います。はい、それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。